滋賀県民の皆さん、こんにちは、マイアミです。こんにちは、マイアミ嫁です。もうね、お久しぶりですって言った方がいいですかね。はい。この春からね、僕ら環境がガラリと変わりまして、はい、実はね、僕今学生やってるんですよね。はい。で、7月はね、ちょっといろんな試験が重なりまして、勉強に集中するっていうことで、しばらくね、動画配信お休みさせていただいたんですけど、もう気がつけばね、もうこんな季節。はい、そうです、高校野球の季節ですね。このチャンネルは甲子園大会が近づくと自動的に野球チャンネルに切り替わるんですよね。まあそもそもね、観光の動画なんで誰も見てへんけどね。いやいや、見てる方いらっしゃいますよ。いや見てない。はい、それはともかく、とうとうですね、滋賀県の代表が決まりました。そうです、あの高校がね、また甲子園に帰ってきましたね。はい、去年の春、選抜で準優勝、そして去年の夏ベスト4、滋賀県の誇り、山田高校がですね、1年時を経て再び甲子園の舞台に戻ってまいりました。ただ近江高校な、山田君卒業したわ。あ、そっか、埼玉西部におるわ。そうか、大変失礼いたしました。近江高校ですね。はい、決勝で滋賀学院を下して5大会連続の出場を決めました。すごいね。今年のね、近江高校は去年までとまたね、はい、違ったチームになってます。はい、そうですね、去年はなんといってもエースで4番、キャプテンで監督の山田陽翔くんがですね。監督はやってないですけど、監督はずっと田中さんや。はい、そうか、すいません。残念、ちゃんとね、台本通りやってくれると困りますね。はい、編集大変なんやから。すいません。はい、はい、そして今年のキャプテンは1年生の時から甲子園でプレーしている横田悟くん。今年は4番を任されています。そうですね、体も大きくなって、たくましくなりましたね。はい、守備でもね、再三好プレーを連発してましたからね。はい、はい、そしてなんといっても嫁の一押し、息子にしたい高校生のトップに君臨する我らが清谷大輔くんもいます。誰が決めたんや、そのランキングは。はい、はい、去年はですね、2番バッター、そして今年はトップバッターですね。近江のね、安打製造機はね、清谷くんね。はい、そして同じく去年の甲子園メンバー、篠尾くんもいますね。恐怖のね、9番バッターやね、彼ね。はい、それに加えて3番の中村俊介くん、まだ2年生です。決勝戦でね、3点タイムリーツーベース打ちましたね。はい、サッカー選手にもいましたよね。おった懐かしいな。はい、さらに5番の山田修斗くん、期待の大砲ですね。あのがっちりした体格でね、はい、準決勝、決勝でもね、大活躍でしたね。はい、そしてさらにキャッチャーの塚脇くん、決勝戦で4安打でしたね。そうですね、塚脇修太くん、ちなみにね、お兄さんの塚脇風太くんも、近江高校で甲子園に出場してますね。はい、これは打撃陣は問題なさそうですね。せやね、これね、全国行っても全く引き当たらないと思います。はい、一方の投手陣なんですけれども、去年と違って大黒柱がいないんですよね。そうやな、あの速球派の西山くん、あの左のね、はい、川越くん、さらに宮川くんとか北川くんなど、まあ、ピッチャー 4,5 人ぐらいはいるんですけど、まあ、絶対的なね、エースがね、おらんのよな。そうなんですよね。そのあたり、多賀監督の腕の見せ所ですね。近江高校ね、今回の県大会、決勝までね、まあ、割と順当に勝ち上がってきて、で決勝でもね、もうすんなり僕近江で決まると思いきや、相手は前評判が非常に高かった滋賀学園。はい、最後はギリギリでしたね。ほんまな、どんだけやったな。2人とも、まあ、私は職場で、夫は学校で、ハラハラしながら昼休みスマホ眺めてましたよね。もう授業そっちのけやったね。はい、はい、はい、そして滋賀学園の脅威の粘り、目が離せなかったですよね。まあ、多分ね、甲子園でもこのピッチャーの継投リレーがね、一、はい、つのポイントになってくると思います。はい、とにかく近江高校の皆さん、はい、県大会優勝おめでとうございます。おめでとうございます。甲子園でもスタンドを近江ブルーに染めて、またあの応援なども楽しみにしています。僕らもね、甲子園行くんでね、はい、まだあの平和堂のテーマソングとか、まあ、ぜひね、やってくださいね。はい、まだね、ホップカード火吹くんでね。2年連続で同じこと言ってんな。ホップカード持ってないやろ。白亜の校舎楽しみにしてます。はい、そしてですね、近江の他にもどうしてもね、触れておきたい学校がありまして。そうですね、今年の春の選抜に出場した彦根総合高校ですね。そうです、
実はね、この夏の県大会始まるときですね、大三好の嫁と、はい、で彦根総合推しの僕でね、もうあの家の中でバッチバチだったんですね。そうなんですよ。決勝でこのカードが実現したら一体家庭内どうなるんやろと思ってましたもん ね。そうね。でもね、彦根総合、まあ彦総がね、準決勝で敗れてしまって、はい、まあ、春夏出場はならなかったんですけど、はいはい、彦根総合といえば、去年の秋季大会、この動画を上げた時、竹本くんがねリアクションしてくれて、それがね、めっちゃ嬉しくてですね、それならもう全力で応援しようやってことで、まあ、こんな動画や、まあ、こんな動画もね上げさせてもらいました。甲子園にね応援に行った時の動画の中で、僕ね、竹本くんが甲子園で投げるっていう夢は夏にとっておきますって言ったんですけど、ちょっとねその姿が見れんかったのがね、もう心残りですね。で、選抜でね試合に負けた後、まあ、とある関係者の方から、もうあのいつも動画拝見させてもらってますと、で応援ありがとうございました、夏に向けてね全力で取り組むので、今後とも彦根総合よろしくお願いしますというメッセージいただいたんでね、もう夏ね絶対甲子園に戻ってきてくれると思ってたんですけどね。そうですね、特に夫はね、彦根総合負けた時本当にがっかりしてましたもんね。いやー、ほんまがっかりだったね。はい、でね、あの近江とはねまた違った愛着がねありましたからね。はい、でもね、彼らの後輩そして宮崎監督がまたねリベンジを果たしてくれると信じています。いや、またね帰ってきてね、はい、とね、彦根総合のおかげでね、もう特にね春はね楽しかったです。はい、3年生はね今後の進路に向けてもう勉強ね頑張ってください。はい、夫もね今学生なんで一緒に試験勉強とか頑張ってください。そうです、あんちゃんらも勉強頑張ってな。はい、はい、そんなわけで今回は近江高校の甲子園出場と彦根総合への思いをお伝えしました。はい、またね組み合わせ決まったら動画配信します。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。みんな暑いけど頑張ってね。はい、では白山の校舎。はい、楽しみにしてます。はい、はい。